そう、それでは今回はサフを吹いていこうと思います。こんな感じで吹いてますよっていうのをね、見ていただけたらと思います。第5。使うやつは、最近は私はね、ずっとこちらでございます。ガイアノーズさんのスーサーフェイサーエボブラックですね。こちらを使っております。やっていこう。こちらはですね、1対1で割ってる感じの、第1で割って、エアブラシが 0.5、エアーの圧力が 0.05MPa でございます。まあそれでね、こんな感じでズバーっとこうね、適当な感じで吹くだけでしっかり黒くなりますよという感じです。簡単な、あんまり深く考えずに。一応全体的に色はつけておくといいですね。ビチャーっとかける必要はないんですけれど、ツヤが出るようにとかそういうのは気にしなくてもいいんですが、色はね、しっかりと変わった方がいいと思います。まあ何を塗るかにもよりますけど、まあ今回はこの後に、セミグロスブラックか、ツヤ消しブラックを塗るつもりなんですけれど、これをね、塗るときにね、やっぱり黒の場合は、あんまり色ムラとかね、出てこないでいいんですけど、例えば白砂糖を吹きました、みたいなときだったりすると、色がね、影響してきたり、本当の色、塗るときに、とかそういうのもあったりする。そう考えると、やっぱり、しっかり、色は変わるぐらいにまでサフを吹いておいた方がいいかなと思います。まあ、癖付けのような感じですね。そういう癖をつけておけば、実際になった時にね、安心。まあ、人にもよるんですよ。塗る量をそんなにね、塗らなくてもいいよっていう方もいらっしゃいますし、まあ、ほんと様々なんで、絶対的にこうした方がいいですっていう感じではないですね。まあ参考までに鍋さんはそうやってやってるのかっていうぐらいな感じでね、認識しておいてもらえればいいと思います。ね、こんな感じの適当なスピードでやってます。いや、鍋さん結構さささとやっちゃうじゃんっていうふうに思われると思うんですけど、なんか自分はちょっと怖いから、そんなカサーとはできないよっていう方もね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、慣れはね、どうしてもありますんで、さささっとね、私はこうやって吹いちゃいますけど、吹く時のポイントさえ覚えてしまえば、てか慣れてくれば、いや、ごめんなさい。本当大したことじゃないんでね。まあ、ちょこちょここんな話するんですけど、一回目からやっぱりね、うまくやろうと思わず、慣れることから始めた方がいいかなと思います。だいたいやっぱりね、一発目なんで、ほんと気合い入れて作って完璧に作りたい、綺麗に作りたい、私ね、納得のいくように作りたいっていうふうに思うと思うんですけど、まあ一番最初はね、本当にもう完成させることを狙いとして作ることがおすすめかなと思います。納得のいかない出来がね、できる、納得のいかない完成になるのなんて当たり前のやつでしょうかな。だね、完璧にはできないって。だからね、だけど、かといって、そんなにね、あまりこう難しく考えてやってしまうと、やっぱり、うまく、心折れちゃったりとかね、しちゃう時があるんで、軽い気持ちで失敗してもいいや、でも最後までとりあえず作ってみようっていうのを、心がけてやっていくといいものができる近道になるかもしれないですね。ほんとね、あるんですよ。途中で失敗こいたからもうやめましたとかさ、いや、なんでやめちゃうのって。それやめるとね、ダメなんですよ。やめるとさ、例えば、1から10までやって、2、3ぐらいのところでつまずいてやめちゃったっていう風になるじゃん。で、次にまたやった時に、今度2、3をまあ確かにね、前回失敗したからそこ気をつけてやったからいけたって。だけど、今度5、6ぐらいのところでつまずいちゃったっていう風になるんじゃない。それがね、やっぱり、なんだろう、うまく作れなかったとしても、その時、一番最初の時に、最後まで作っていれば、一つの作品のミスで、覚えることができたわけじゃないですか。だからね、やっぱり、
最後までとりあえず作って、どういうところが自分が苦手とかさ、得意とかさ、そういうのとかね、やっぱりわかるには、失敗したとか変な風にできちゃったとかでもいいから、完成させることが大事ですよ、私は思います。よし、どんどん行くぜ。ちょっとこの辺からパーツが大きいのが出始める。ね、いい感じ。塗装する際にいろいろね、気使うことっていうと、風の流れっすね。こうやれば、こう風がね、流れが、どういう風に風が流れるかっていうのね、やるらしい。で、その風に乗せて塗料が飛んでいくので、どういう風にすれば、こう、綺麗に塗れるか、まんべんなく塗れるかとか、そういうのをね、考えながら、できます。予想が立てれるっていうかね、風の流れが分かれば。あ、こういう風に風が流れてんだな。じゃあ、奥まったところから先に塗った方がいいかなとかさ。OK、できた。結構ね、ザザザザーって作ってるようで見えて、意外とね、意外と考えて塗装してるんですよ。で、プラモデルって結構人によって作り方が違ったりするから、作る順番だったりとかね。やっぱり得意不得意な場所とかもね、箇所とかあったりするから。それによってやり方っていうのはね、違うんでね。ただでも、いろんな人の作り方っていうのを知っておくと、あ、こっちの、ね、このやり方の方が、自分には合ってるなとかね。鍋さんがこうしてたから、そうしないといけないっていうことはないんで、いろんなやり方を知るといいと思います。もう本当ね、自分の作り方は結構適当なんで、適当だけど、ナビさんうまく作ってる、綺麗でいいなって言ってくださる方ね、たくさんいらっしゃるんでね、嬉しいんですけど、本当にうまく見えるように作ってるんですよ。結構ね、なんだろう、わかりづらい。失敗したところが、たまたまね、わかりづらくて。まあ、ただ動画だと嘘つけないんですけどね、どうしても、ああ、ここやらかしたって言って見せるじゃないですか。だからね、ちょっとそこは、ごまかしようがなかなかしにくいですね。あ、本当でも、そういう、ここだけはちょっとね、綺麗にやらないと、うまく見えないから、みたいな。まあそういうのもね、やっぱりこう、何個か作っていくうちに徐々に分かってくるかなって感じだね。ごまかし方というかね。いいんでしょうか。塗装する前にちょっとこうエアブラシでエアをさーって当ててあげると、上に乗っかったホコリとかも飛んでってくれたりするんでね。そういうのもちょっとやるといいと思います。ホコリがね、乗りにくくなる。乗りにくくなるじゃないな。ホコリの上に塗装しにくくなるんでね。しにくくね。心配だったら静電気除去ブラシっていうのがあって、そういうので払ってあげるといいかなと思うけど、まあ結構私の場合はそこまでしないので、もうそもそもそのホコリが乗らないような環境を作るだとか、気を使うとかね、いろんな面で環境はね、やっぱりなかなか作るのは難しいじゃないですか。だけどホコリが乗らないように保管しておくとかね、そういう風にしてい
ちょっと塗料が足りんくなってきた。あれだね、ちょっと日本語おかしいな。足りんくなってきた。足りんくなってきた。足りなくなってきた。多分それ方言の感じだろうな。リンとかそういうのをさ、愛知県で使う。愛知県とか三河弁で使うか。食べりんとかね。やりん。サフフキン。これ食べりん。なんなのかね。まあね、容赦なく方言使っちゃってるけど、ね、でも皆さんね、優しいから、そういうとこ突っ込んでこないから、ありがとうございます。あの、愛知県で過ごしてというか、あの、生まれて、ちょっと今はね、違う土地にいるんですよ、という方にはね、ちょっと懐かしい響きの喋り方かな、つっても。いいね、こういうモチベーションの高さ大事だと思うよ。パーツにサフ吹くのってなんか気が楽に気楽に吹けるから好きだよ。あと2個、うん、エアブラシまだ塗料余ってる。こういう形がさ複雑な形状になったやつっていうのはちょっとサフは吹きにくいね。さっき言ったみたいに風をちょっと感じながら、あのどういう風に吹けば綺麗に吹けるか、あの塗りすぎることもなくみたいなね、そういうのを若干考えたり。このキットの場合だと、特に内臓があったりするから、そういう臓物が見えるっていう風になると、ちょっと手が抜けないっていうか、ああ、ここ塗りたかったところ塗れなかった、ちゃんとね、油脂色が届いてなかった、みたいなのとかあったりするからね。臓物があるキットはね、結構、もうこうやってめんどくさくても全体的に拭くっていう風にした方がいいですね。塗り忘れたみたいなのがね、あったりするんでね。で、いこう。これは大きい。しっかり塗るぜ。いいね、いいね、いいね。はい、できました。これで全部ですね。まあ、本当ポイントは、風の流れを、風に乗せて塗装するんだよっていうことをね、分かってもらえれば、まあ、よっぽどうまく塗れるかなと思います。よし。ということで、ちょっとまだ時間があるので、掃除までやっちゃおうかなと。ジョボーっと。あ、そう、ティッシュがなくなったんだ。ということで、ペーパータオル。ペーパータオルも使えるんじゃないかと思ってね。ペーパータオルで今日は掃除してみましょう。ペーパータオルの方が毛が残らないからね、いいんですよね。まあ、ちょっとただね、やっぱり硬いんで、隅っこまでが、端っこの方、隅っこっていうか、隅っこ暮らしっていうか、あ、じゃあいい感じでいいね。端っこの方とかね、そういうところもさ、まで、ちょっとペーパーがね、柔らかい、あ、結構びしゃびしゃになるな。あんま良くねえかな。ペーパータオル、要は、この溶剤っていうかクリーナーとの相性が悪いかもしれない。どうなんでしょうか。わかんねえな。いいよ。
なんか、すごい弾く感じがする。ちょっと後で下からティッシュ持ってこい。よいしょ。で、今ちょっとね、これ口元がね、少し折れてるから、ちゃんと綿棒で洗ったり。よいしょ。綿棒で、このね、ところもちゃんと。グリッと、グリッと。めちゃ汚い。グリッと。あ、なんかすげえ汚い。よし、こっちで。入れたか。よし、こんな感じですかね。なんかちょっとやっぱ吸収が悪いね。やっぱティッシュってすげえなと思っちゃうな。ちょっと吸収が悪いよ。よくない。あんまりよろしくないです。OK。よし。ということでね、今回はサフを吹くところを、見てもらいました。ではね、またどんどんね、進めていこうと思いますので、また見ていただけたらと思います。とりあえずね、サフは、30分くらいしたら表面的には乾いてるんですけれど、しっかり乾かすためには、やっぱりね、1日はね、放っておいてあげた方が、乾燥させてあげた方がいいかなと思います。ということで、今日はこの辺で。ではまた。Come on.